やっほー。今日も大雨です。朝ごはん来たんだけど、多分来てたんだけど寝てて、なんか昨日なんかベジタリアンか普通なのかみたいな言われて、普通のに丸をして、なんかウォーターメロンをいっぱいくれみたいな言ったのね。そしたらなんか黄緑色のリンゴが来た。くそ面白くない？英語ちゃんと伝わってなかったのかなと思っちゃった。そう、明日はプールに入り、明後日かな、明日か、明後、ん？明日か。だけど本当雨がすごすぎてやばい。見える？ほら、もう大雨です。今日も誕生日ありがとう。ホワイトウィークに入りました。ついにやっとこの時が来たって感じ。でもね、マジでめっちゃサービスっていうのは、このなんかフィルターが嫌だね。サービスがすごくて、見て、段ボールにいっぱいお水とかコーヒーとかもそうなんだけど、しかもね、何よりカーテンネットワークがここで見れるってことがね、もう一日にとってはね、神なことでね、いて嬉しい。スイカグラートっていうの？だけど廊下の状態とかね、本当にすごいよ。なんか一部屋ずつの前にカゴが2つ置いてあって、なんかコインランドリー用とゴミ箱用みたいな。眉毛剃るの忘れたんだよね、今日持ってきてもらう。兄貴の丸坊主頭に汗はね、前通路挟んで前なんだけど、昨日の夜もうなんか「もう行っていいよ」みたいな言われて、もうそう、コロナのあれ大丈夫だったから、もう行っていいよみたいな鍵を渡されたので、アーセンに言わずにピンポンって押したら「はーい」って出てきて、超びっくりしてた。アーセンはまだ寝てる。いつきはこれからズームの会議所には取材があるから別の部屋なんです。ていうか普通に試合前とかは別の部屋、ご飯食べる時以外は別、ご飯とトレーニングとそれ以外はずっと別です。試合前はね、一人の時間を大事に。試合はいつですか？フライデー。ハッピーフライデー。調子はいい感じ。嵐？いや、本当に、もう昨日、普通にシンガポール着いて、で、ホテルまで普通に車で迎えに来てもらうんですけど、ホテルじゃない、空港まで車で迎えに来てもらって、もう英語のやり取りは超いい感じに全部合わせにやってくれて、しかもこの時期だからなんかいろいろ出すものとか見せるものが多くて、何言ってるか全然分かんなかったんだけど、やってくれて、ホテル着いて、よし部屋着いた、バラバラだねってな、バイバイみたいな感じになって、いくら連絡しても帰ってこなくて、そしたら北野さんから、次が携帯なくしたって言ってるぞみたいになって、しっかりあいつはもう携帯をなくしての、でみんなで探したらお部屋の自分のバッグの中にあったっていう。こんなでミュウさんにも「アーセン携帯なくしました」みたいな言ったら「もうバカ」みたいな、めっちゃ面白かった。
超面白かったっていう。ファイトウィークが始まりました。あ、ヒロさん、エッグガチで、あのコチトラ、あのこんなに天気が悪くて、でも次雨の日好きだから超最高。外に出なくていいっていうこの気持ちが最高。まあ出れないんだけど。試合待ちくたびれました。 T シャツかわいいでしょ。レベリアスの新作です。鬼顔だよ。ギャルだからちょっとあの短いズボンとか履いちゃってみたいなね。あ、先生、今度月の試合終わったら爆食い。いや、試合終わったら爆食いの動画を絶対撮るって決めてる。今日の朝であと300だったんだけど、今日これから普通に動けば、動いて、まあ、1キロ弱ぐらい落ちるから、そっから水地獄だけど。アーセンは今寝てる。多分。だから時差が1時間あるんだけど、こっちでまだ12時じゃんとか言いながら、日本で1時とか、いろいろ。あ、サラピョンだ。サラちゃん。腕のレタリング、レタリングって何？いつもつけてるネックス、ね、あれはね 10g だった気がする。 10g の 50cm とかだった気がするんだよね。はい、月ハロー、ハッピーマンデー。ハッピーマンデー、え、何しようと思ったんだっけな。あ、そう、待ってね、あのヘアバンド作ってもらったの。Thank you, one championship. I'm happy. Happy Monday. え、今日月曜日だよね。Sunday Monday. Happy Monday. やばくない？いつきね、ニコちゃんが好きだからどうしてもニコちゃんを入れたいの。なんかここにもニコちゃん入ってるんだけどね。いつき今腹筋見せられるほど腹筋ない。いつき一個言わせて、どんだけ減量してもどんだけ腹筋出ないんだよね。お水飲みすぎてぽちゃんぽちゃんでございますが、今日はネックレスありますよ、そこに。しかもこの間誕生日でね、アーセンにピアス買ってもらったの、金ゴールドの。だからもうそれをつけて、ネックレスつけて10時から月。しかもさ、なんかあのコンセントの先っぽがよく分からなくてさ、アーセンからピアス、うん、ずっとつけてたけど、もうなくしそうとか壊れそうとかつけれなくなって、今はもう寝るときは絶対外してる。ニコちゃんのタトゥーはね、ここに入って、早くタトゥー入れたい。もう日本帰ってすぐ入れたくなってる。18金、いや、なんかパパにゴールド持つんだったら偽物は絶対持つなっていう言われててね。それで試合は日本時間7時半とかじゃないかな、
あ、違うわ、7時。多分。よくわかんないけど。コンセント。いや、そうなんですよ。でも、アーセンも、ま、忘れてですね、先っぽの部分も。日本から応援してください。しっかりね。みんな、3日の金曜日、フライデー、ハッピーフライデーの夜は家にいて、しっかりアベマ見るんだよ。ネックレス、ストップ。つけないな、今は。いいのが、なんか、いいのが自分らで作れたら、つけたいけど。10グラムのネックレス、今は分かんないけど、いつきが買った時はね、8万ぐらいだったかな。直樹はそれの倍、3倍だよ。直樹のは太いんだけどね、いつきの3倍。ニューヨーク、ここはシンガポール。あと20分後にはもう始まります。なんかしかも体動かすところが予約制で、もう早もん勝ちなんだけど、今日明日とかの予定全然知らずに、もうボン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 とりあえず入れとこうみたいな入れてて、だから一日何個も樹の名前があるんだけど。飛行機めっちゃ揺れた、怖かったけど、もう人がいなさすぎて超快適だった なんか一人一列みたいな感じなの。そう、今多分この時期人も少ないから超最高だった。でね、機内食がね、なんかカツ親子丼、カツ丼、なんなん、カツ丼みたいなのと、あとなんかパスタ、ハーゲンダッツで、なんか親子丼、卵は普通の卵だけ食べて、あと全部汗にあげた。ハーゲンダッツも半分以上食べちゃったけど、マジ帰りの機内食がくっそほど楽しみ。っていうか、もうお菓子とかめっちゃ買いまくって、飛行機乗って夜11時、12時ぐらいのフライトなんだけど、朝に着く感じで、もうめっちゃ食って寝て、日本に着いた時には超むくんでるっていう状態にしておく。卵はタンパク質。そう、今日の朝もスクランブルエッグが出て、それはめっちゃ食べた。でもなんか美味しくはなかった。朝ごはんの写真撮ったんだ。見せてあげるね。これ。なんかさ、シーツの上にさ、置いてるからさ、ちょっとおしゃれに見えるかもしれないけどさ、びっくりするほど質素な感じだった。だからデリバリーめっちゃ頼んでる。なんてこういうのくれるんだよ、コンセントの先っぽの部分だけど、なぜか入らないんだよね。しかもお昼と夜ご飯デリバリーなんだけど、全部そのお金とかを支給してくれるから。今日は11時からジムが使えて、11時から11時50分までジムで、12時からランニングマシンが使えて、で1時からもね、本当はね、またね、取っちゃったの間違えて。あ、だったら別に1時でもいいのか。今考え中ですね。
チャンギ空港、そう、めっちゃ綺麗。毎回チャンギ空港なんだけど、めっちゃ綺麗だし、今人がマジでいないから、もう神。走るの、月、今だったらもう3キロから5キロぐらい。3キロも、3キロも走る。あと15分後にはもうズームが始まる。今回無観客、無観客です。今ブームのプロテイン、いや、いつきはあのベガ植物性プロテインって、ほんとビーガンの人たちとかでも食べれる、食べれる、飲めるようなのも美味しいけど、いつき的にはビッグホエイのクリームが好きです。クッキークリーム、マジで美味しい。あれ牛乳と割ってみて、本当にガチうまいから。やっぱり1000円あるとないと全然違い、月1000円ないと 100% 出せないかもしれない。1000円なしだったら 99% かもしれない。ヘアバンドつけて写真アップしてください。そうだね、後でアーセンに写真撮ってもらう。しかもさ、なんかホテル寒くてさ、長袖長ズボン。もうね、昨日は2時ぐらいに寝て、今日起きたのが9時ぐらい。今回マジなんか減量してるけど、しっかり寝てる、てか寝すぎっていうぐらい寝てる。エアコンそう消してるんだけどね、もうホテル自体が寒くてね、アーセンの部屋とかマジ冷蔵庫みたいに昨日寒かったから、すぐ帰ってきた。あと12分後。やっと試合ですよね。いつきもやっとって思うし、見る人もやっとって思ってくれてると思う。フロリダ州、アメリカかな。Thank you. ゆうついつきの試合で決めてます。やってやりましょう。いつきまじ早く試合相手が、早く計量やって、早く試合終わってマック食べたい。なんかね、アメリカじゃねえわ、シンガポールのマックね、ちょっとね、あのジャガイモのポテトがね、美味しいんだよね。何かが起こりそうな予感がしてもたまらないのさ。でもね、今回の入場曲はそれじゃないんですよ。
前にやってる人は分かるかもしれないが、じゃがいものポテト分かります？何語を話しますか？日本語です。やっぱりそっちだった。もうね、いつき英語が喋れないからマジでね、いつもなんだけど、もうお前いいよみたいな感じでされんの空港とかだと怖くない？どういうこと？みたいなぐらい怖い。よくわかりますね。これ聞くとマジうわ試合って思ってくる。53分。ファイトは7時半から8時ぐらいだと思う。あと5分。うわもうカニ食われてる。勝ってもダンスはしないかな。じゃあ直樹の入場曲いきますね。Thank you.
さんの入場曲です。最近からレシピにめっちゃ持っていきZoom の取材に行ってきます。